マペットの宝島は、ブライアン・ヘンソン監督によって1996年に公開されたアメリカ合衆国のミュージカル、冒険アクションコメディ映画、ジム・ヘンソン・カンパニーが制作し、ウォルト・ディズニー・ピクチャーズが配給した。本作はマペットが主演する5本目の長編映画で、原作は、ロバート・ルイス・スティーブンソンの宝島である。前作のマペットのクリスマス・キャロルと同様、 主要な配役は俳優が実写で演じており、マペットたちは助演役をこなしている。出演する俳優陣は、ティム・カリー、ケビン・ベショップ、ジェニファー・ソー・オンダース、そして本作が長編映画デビューとなったビリー・コノリー。マペット陣は、カーアミットが、スモレット船長の役を、ホジーが、トレローニー役を、サムが、アロー副船長役を、ミス・ピギーが、 ベンジャミーナ・ナガン役を演じている。前作映画のナレーションで成功したゴンゾウとリゾには主人公ジム・ホーキンズの親友という特別に作られた配役が与えられた。この映画は1996年2月16日に公開され3100万ドルの予算で興行、総収入3400万ドルを稼ぎ出し、評論家や観客からはおおむね肯定的な評価となっている。 ジム・ホーキンズは、親友のゴンゾウと、リゾと一緒に、英国の、弁暴邸特定に住んでいる若い孤児である。ジムが、ビリー・ボーンズから、海賊フリント船長に関する話を聞くと、彼は、宝の山を人里離れた島に埋めてから、乗組員たちを処刑したので、島の地図を、自分だけが所有しているという。ある晩、ボーンズの乗組員仲間である盲目のピューが、到着して、 黒の処刑宣告書をボーンズに渡した。死ぬ直前に、ボーンズは、宝の地図をジムに与え、財宝を追い求めて、海賊の手から財宝と地図の両方を守ってほしいと、ジムに依頼した。海賊の軍隊は宿屋を攻撃して破壊したが、ジムとゴンゾトリゾは、地図を持って逃げ出した。三人組が、おまぬけなトレローニーに地図を渡すと、彼は、宝探しの後悔を手配してくれた。 少年たちは戦場の救助係としてヒスパニオーラ号に乗船。そこにはトレローニー、医師、リブジーとビーカーも同伴した。その船はスモレット船長と厳格すぎる航海市長のアロー副船長によって統率されていた。少年たちはボーンズが警告していた一本足の男ジョン・シルバーに出会うがジムとシルバーは気の合う友達になる。 船は出航したが、スモレットは乗組員たちを疑っており、彼らがいかがわしい人物だと確信していた。海賊だと判明した乗組員3人に、ゴンゾとリゾが誘拐されて、拷問を受けた後、彼は安全確保のため宝の地図を施錠保管した。シルバーと乗組員の中に潜んでいたその海賊たちは、フリントの乗組員の一部であり、 彼ら自身のために宝物を欲していたことが判明する。シルバーは、テコンギボートの死運転をしてほしいとアローを騙して、船から去らせると彼は溺死したと主張し、アロー追悼式の間に地図を自分の古文に盗ませるのだった。ジム、ゴンゾ、リゾはここで、シルバーの裏切り行為に気づいて、スモレット船長に報告。宝島に到着すると、スモレットは上陸して、 将校を救う、よう乗組員全員に命じた。これは彼自身と非海賊の乗組員を船に乗せて、海賊たちを島に置き去りにするという一計を案じた、ものだった。しかし、船長に対抗する影響力を持つべく、シルバーがジムを誘拐していたことが分かり、彼の計画は頓挫してしまう。島では、亡き父の羅針盤を使って、 宝探しに加わるようシルバーがジムを勧誘していた。ジムが拒否すると、シルバーは彼から片身のコンパスを無理やり、奪い取ってしまう。スモレット、ゴンゾ、リゾは、ジムを救うために島に上陸。しかし彼らの気づかぬう,うちに、シルバーは、出港前のヒスパニオラ号に乗船して、海賊団を隠れさせ、スモレットの不在時に船を奪い取ってしまう。島では、 スモレットと残りの上陸部隊が豚の先住民部族によって捕らえられ、そこでスモレットは部族の女王にして振られた恋人ベンジャミー・ナガンと再会することになる。海賊たちはフリントが財宝を隠したという洞窟に何もないことがわかると、シルバーに対して小さな反逆を起こした。シルバーは海賊ではあったがジムのことを気にかけていて、お前を逃がしてやると耳打ちした。 スモレットとベンジャミー・ナガンはシルバーによって捕らえられ、スモレットは処刑のため、崖から吊るされてしまう。スモレットを救おうとして、ベンジャミー・ナガンは自分の家に財宝を隠したことを明かした。しかし彼女が、シルバーからのキスを吐き出したことで、シルバーは彼女を同様に崖から吊るしてしまう。ジムは友人たちを救助し、アロー副船長と共に、一団は、 ヒスパニオラ号の支配を取り戻して、スモレットとベンジャミーナガンを救助した。ジムの一団は、シルバーだけが立ち残ってしまうまで海賊と剣で戦い、自分が劣勢だと気づいたシルバーはここで降伏する。海賊たちが投獄されていく際に、シルバーはまだ自分がアローの鍵を持っていることに気づき、財宝を持って逃げようとする。ジムは彼に立ちふさがるが、 通路を再び渡ってこない限りシルバーが立ち去ることはできるようにしていた。かくしてシルバーは羅針盤をジムに返すこともせずこぎ去った。ただし、アローはシルバーが使ったボートが航海に適さないことをジムとスモレットに伝えており、そしてシルバーは島に座礁して財宝も失ってしまう。海から財宝を取り戻すためにスキューバダイビングするネズミたちがいる中、乗組員を乗せた、 ヒスパニオラ号が夕焼けに向けて出航するところで映画は終幕する。中、カッコ内の名前はその役で出演したマペット。マペットのクリスマスキャロルの公開後、次のマペット映画は古典的な物語の改作になることが決定された。共同脚本家のカーク・アール・サッチャーは非常に多くのアイデアがあり、私は宝島と中世のドラゴンと騎士のいる。 アーサー大物語に最も入れ込んでいた。結局、マペットを付け加えるには、宝島がより良い物語であると、私たち全員がグループとして合意したのですと述べた。最初の草案では、ゴンゾとリゾは当初ジムとホーキンスという名前の二人の登場人物を表現するものとして書かれていたが、サッチャーが説明するには、スタジオが緊張していて、彼らでは、 映画の感情的な胸の内をつかめずにいた。それで結局、ジム・ホーキンスは人間と書き入れられ、我々はゴンゾとリゾー彼の傍らに出演させたという。約100人の俳優がジム・ホーキンスの配役オーディションを行い、なんと最初にオーディションを行ったケビン・ビショップがその役を受け取った。1993年5月、ブライアン・ヘンソンは 宝島の開作映画にマペットが登場することになると発表した。撮影はロンドンで秋に始まる予定で、その暫定的な公開日は1994年春を予定していた。当時はその映画に配給業者がいなかったが、ウォルトディズニーピクチャーズがファーストルック契約を結んだ。ベテランのマペット演者、フランク・オズが、 ほとんどの撮影で利用できなかったので、仲間のマペット・エン・ジャケビン・クラッシュが彼のキャラクター人形を操り、オズがアフレコで声を当てた。オズはすでに台本の読み合わせに参加していて、クラッシュは演技を引き出す手助けに、これらの録音を使った。クラッシュによると、オズは撮影の前に自分の各キャラクターの簡単な説明をした。オズはミスピギーを 女性になりたいと思っているトラックの運転手、ホジーベアをジェリー・ルイスに似た誰かであると説明した。映画のサウンドトラック、ザ・マペット・トレジャー・アイランド、オリジナルモーション・ピクチャー・サウンドトラックは、ハンス・ジマーによる楽曲スコアにニック・グレニー・スミスの音色が加わり、ポピュラー楽曲の作詞、作曲家、バリーマンとシンシア・ワイルによって書かれた歌も収録されたものである。 映画の最後にはジギー・マーリーによるレゲエナンバー・ラブ・パワーが含まれており、これはシングル曲としてリリースされ、マーリーとドレッドロックスの髪型をした、いくつかのマッペットを特集したミュージックビデオと共に販売された。チパー・マイティン・バース、海賊団サムシング・ベター・ジム、ゴンゾ、リゾ・セーリング・フォー・アドベンチャー・ヒスパニョラ・ゴーの、船乗り・キャビン・フィーバー・ヒスパニョラ・ゴーの船乗り、 エプロフェッショナルパイレートシルバート海賊団、ブームシャカラカ島の先住民ラブレッドアスヒア、スモレットとベンガンラブパワージギーマーリーラブ、レッドアスヒアジョンベリーとヘレンダーリング、マペットの宝島は1996年2月16日に2070巻で封切りされ、その週末に790万6689ドルの興行となり、ブロークンアローや新作、 俺は飛ばし屋プロゴルファーギルに次いで北米の工業収入3位にランクされた。最終的には米国内で3432万7391ドルの工業収入だった。映画評論サイトのロッテ点とまトずトにて25件のレビューに基づく、この映画の工程レビュー率は72%、平均評価点は6.2、10だった。 同ウェブサイトの評論コンセンサスを読むと、元の三部作に比べて、マペット中心ではないものの、マペットの宝島は、ロバート・ルイス・スティーブンソンの古典的な冒険に、典型的な良識あるギャグを足して、活気あふれる陽気なものにしているとある。ニューヨーク・タイムズ誌のステファン・ホールデンは、物語を面白くこじらせるマペットのお茶目さを、今時の子供たちは、 古典的物語を自分たちのバージョンに脚色して即興するので、その雰囲気がマペットの概念とぴったり一致しますと称賛している。エンターテインメントウィークリーで評論を行うケネスタッカーはこの映画に B プラスを与え、この映画は悪い胸騒ぎの暗くなる手法が特に優れている。マペットの行動は人間の俳優と途切れることなく調和しており、大人は 今日依存や水上スキーやヘンリー・キッシンジャーについてのトンチの効いた時代遅れの冗談で笑い続けることだろうと述べた。シカゴトリビューン紙で評論を行うロジャー・イーバートはこの映画に4個中に5つ星を与えた。彼はティム・カリーの演技に好意的だったがその映画をさほど上手には書かれていない。そして私にとってそれは失敗に近いと手短に書いた。 シカゴトリビューンのジン・シスケルはこの映画に4個中2つ星を与え、この映画は埋められた財宝の伝統的な物語にマペットをうまく溶け込ませていない退屈なマペットの冒険だった。私はマペットに海賊関連の偽キャラクターではなく彼ら自身を演じて欲しかったと書いた。ホーメルフーズコーポレーションはこの映画の豚部族のキャラクターの一人が スパ AM という名前を使用していたため、事務ンソンプロダクションを告訴した。損害証明に失敗したため、裁判官は1995年9月22日の審理後にこの訴状を棄却し、人々は、ホーメルが本物の豚肉供給源との提携を歓迎したと考えるであろうと語った。ありがとうございます。